キルトとタルトか。キルトとタルトはやばい。これは本当に難そうだったわ。これは難しいね。難しい。これは難しそうだった。まあまあ、しゃあない。まあ、どぐらにね、まあ、初心者ですから。まあまあまあ、ハンデっていうので。いや、国人さん、今のは難しかったから仕方ないお前、おめえのハイパイと俺のハイパイ全然違うぞ、マジ今の。超簡単だじゃねえか、お前の。みんな難しいんだってば。いや、だから今のどぐらは簡単だっただろ。超簡単じゃないですか。まあまあいいんですよ。それはいいんです。じゃあ、梅ちゃん。一応全勝だからね。梅ちゃん、今日負けちゃったから。梅ちゃん、梅ちゃん行きましょう。で、最後、三太郎さんの、まあ、バシッと決めてもらいましょうよ。わかりました。やっぱね、もう、サンちゃんがこんだけ吹いてますから。じゃあ、行きますよ。お願いします。お願いします。いや、マジでね、きつかった、マジで、今の、本当に。カタカナ多かったですね。そうだね。繋がらない。めっちゃ難かったね。だけど、梅さん、これ相手手強いんでね。そうだね。手強いね。ケイスケね。ケイスケさんはこれ一番うまい可能性あるぐらい。でもお互いさ、ケイスケさんと梅さんってさ、一緒じゃない？お互いこう安定志向で2位は絶対最低限来るぞみたいな感じじゃん。確かに。そうだね。で、たまに調子こいて4とか来るんだけど、まあそのスーパープレイ見たいね、俺はね。見たい。じゃあこれ煽りじゃない。梅ちゃん煽りじゃないよ。煽りじゃないよ。いや、でも逆にこれ梅ちゃん戦略的に最後に4つ残すとか。ありだよね。ありだよね。相手が油断してる隙に。そう、違いを見せてくれても。やっぱりさ、今のもさ、黒人さんさ、あの、一番最後に食べ物を3にするやつさ、ありかな。他がないからワンチャンキルトに届くみたいなのもあるじゃないですか。ああ、確かにね、一応ね。そう、だから他の選択肢が減ってきてるからできる。一応、鶴がね、食べれるじゃん。そうなんだよ。そうなんだよ。だから、鶴食ったみたいなこと言ってるやついたし。そう。鶴鍋がどうの頃とかであれが嫌だった。鶴食ったことあんのか、お前と思って。そうなんだよ。鶴鍋のジャンでやってたって言ったんだよ。鶴鍋のジャンで、そう。あの情報邪魔だったマジで。そう、あとあれ、R さん、あれ、鉄鍋のジャンって、僕も鉄鍋のジャンって言ってたんですけど、あれ、鉄火のジャンらしいですよ。え、嘘？正しい。そう。あれ、鉄鍋のジャンじゃないの？鉄鍋のジャンでしょ。あれ、鉄火のジャンらしいですよ。マジか。正しくは。嘘。正しくは。いや、僕も永久に鉄鍋のジャン、鉄鍋のジャンって言ってたんですよ。あれは永久にそうだよな。鉄火のジャンなんですね。らしい。あ、そうなんだ。誰が言ってんの、鉄火のジャンって。鉄火って何？聞いたことない。制作者でしょ。あれ公式のなんかあのルビーだから読み仮名に鉄火のジャンってカッコで書いてあって、マジってなったんですよ。そうなんだ。へえ。マジで。鉄鍋のジャンっすよね、あんな読み方。あんなの鉄鍋っすよ。鍋ですからね。実際鉄鍋って書いて鉄火って読むのかな。あ、読むらしいっす。あ、読むんすか。そうなんですね。あ、そうなんだ。みたいね。そう。へえ。コロナ禍もね、カって読むもんね、あの。でも俺字違くね。いやでもかなへんだけど、そのまあ、ちなみにウィキペディア見たら鉄鍋のジャンって格好付きで書いてあるけど。え、マジっすか。鉄火のジャンであるとは書いてないよ。でも公式だ、公式だったらそっちだ。どぐらもしかしたらあれ撃ったお前。じゃあポーカー出た。どういうこと。まあエースじゃないですか、まずエース。うん、エースとあとテキサスホールデムのポーカー。テキサス俺の中ですよ。いや、それはいいね。テキサス。ポーカー。うん。エース。いや、いや、待って、それ言ったらジャックじゃないの。ジャック。エース、ジャック、テキサスの気がします、これは。テキサス。なるほど、やるな。でしょ、サイン出すよ、サイン。あ、テキサスポーカーか。多分これだと思う。なるほど、賢やん。いや、僕知ってますよ。どっから行く、どっから行く。テキサスポールで。ジャック、エース、エース、硬そうなんで。エース、ジャックは硬いっす。はいはいはい。よく、ケンジのやつやってるけどね。ポーカーは本当はブラックジャックでよかった。どっからめくる？ジャックからめくる？あ、どっちでしょ？エースジャックから。エースジャック言っちゃっていいですよ。ジャック、エース。待って、一応ちょっとで考えましょうか。まあ、刑務所ワンチャンスけど、まあでもポーカーって限らないですよ。多いね。ポーカーは限らないんで。まあ刑務所はねえだろ。刑務所はねえだろ。テキサスホールデムで考えてテキサスだと思います。うん、そうだね。車は英語でなんて言うんだっけ？カー。はい、ポーカー？なるほどね、うまい。やば、早っ。無視された。無視された。うまいな、やっぱり。無視された。そうですね、何も言わんと当てられましたからね。いいタイミングでしたね、今の。聞いていないという。
ょっと梅ちゃんにとってプレッシャーじゃないですかこれは。3枚、ね、3枚抜きはちょっときついね。3枚抜きって意外と難しいですからね。相手のハイパイうまかった、よかったってかこれうまいね、この3枚抜きね。うまい、うまいです、うまいです、うん、テキサスをつなげてるのうまいです。これ小倉さん、鉄鍋のジャン、鉄火のジャンはまた…何ですか？あ、ぶり返す。あ、いやいや、俺なんかどっかでそう、あれ、振り仮名で鉄火のジャンって書いてあって、え、鉄火のジャンなんやってなったんですよ、僕も。え、でも、鉄鍋のジャン、鉄火のジャンで調べても全然出てこないですよ、鉄火のジャン情報。え、嘘？漫画ウィキペディアみたいなのでも、鉄鍋のジャン読みみたいな。じゃあ、鉄鍋のジャンっすね。まあ、あれさ、あれさ、あれさ、どぐらいのこと嫌いなの？いやいや違う違う違う、俺鉄鍋のジャン好きなの。どんぐらいが嫌いじゃなくて、めちゃめちゃ鉄鍋のジャン詰めるから、うん、詰めるかなと思って、すごい詰め方でしたよね黒人さん。ねえ、なんか嫌いなの、なんか仲悪いなお前ら。いや詰める人あるっていう味方のチームなのに。そうそうそう、いや仲間仲間。なんか僕が見たとこが間違ってたっぽいっすね、すいません。でも、いや、五分にしとこう、五分に。ちょっと、ちょっと、ちょっと、怒っちゃったもんな、今。な、そら。俺は怒るよ、あんなの。俺は怒るよ。俺は怒るよ。怒ってるやん、言うてるやろ。僕ら怒ったらどうなんの？僕ら怒ったらどうなんの？そんなクソキャラ、そんなクソキャラ使ったらどうなんの？そう、ちょっと待って。マジで、あの、机、知らないっすよ、もう、どうなんだよ。机どうだったの？机がね、うん。そうだよな、そんなクソキャラ使ってそんなこと言われたら。変なんだから、どうやって。待って、梅さん1分だよ、残り。ちょっと、また、ちょっと動いてねえけど。これ、むずいんじゃねえ、これまた。さっきね、俺ね、難しいって言われて。梅ちゃん、2でもいいよ、2でもいいよ、2でもいいよ。嬉しかったし、あれだった。あ、そう、来た！あ、マジかよ。ライオン？どうぞ、ライオンね。オアシス？ライオン。オアシス。オアシス。サバンナはライオンがいるから、え、待って、サバンナ。ライオン押していいですか？もう時間が。ライオン押していいです。ライオン押していいです。ライオン確定です。オアシスも押しますよ。いやー、でもオアシス、サバンナ。砂漠だけど、砂漠だけどね。まあまあ。砂漠のオアシス。まあ一応行こう。行こう、行こう、行こう。行かないからね。行こう、行こう、行こう、行こう。オアシス、オッケー。あともう一個。あと何？まあ、ワンチャン、もうサバンナって動物とかなんすけど、まあ、怠け者。怠け者ってサバンナにいるのかな？俺わかんない、そこ。カモノハシはサバンナにいないと思いますね。ジャングルにあるね、怠け者は。ジャングルにね、サバンナ。ジャングルなんですよね、そうなんですよ。だいぶ苦しい選択肢を迫られてるな、サバンナは、臭くもないよね、ケンタルスも。え、これ、けど、いや、一回流してもいいです。そう、流そうか、流そう、流そう。無理。オーケー。サバンナに向こうのやつ開けるよりは全然流した方がいいです。サバンナにケントロスいたよな、そういうの。考えそうですね。お前見たことあるのかな。あ、テレビで見た。主な生息地、サバンナって感じ。それ芸人だわ。ケントロス神話じゃないですか、どっちかって言ったら。いるよ、よくいるよ、サバンナに。やべ、ナルオがマジレスしてるぞ、お前、このゲーム。やべえぞ。やば、ナルオ、あれっすね。よく出てきましたね。車のみたいな。車。まあ。車かアリもある。車はあるかもね。サバンナ車で行くっつのあるかもね。アリもあると思う。アリもだっているっしょ。映画でサバンナ行くやつらリュック背負ってるよな。え、動物？ケンタウルス、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 ケンタウルス。俺はタウルス。カモノハシ、ナマケモノ。ナマケモノから行きません。ケンタウルス植物なのじゃん。ナマケモノの方がよく人間なんだ。ケンタウルス植物？マジ？動くものとか言って動物ですからね。動くものとか言って動物ですから。怠け者棒開けるよ。怠け者開けるよ。開けるよ。はい。怠け者開けなくてよかったね。よかった。危なかった。ケイスケさん的にカモノハシだよね。カモノハシじゃないですよね。いや、あれってハイパー良すぎるだろ、これ。なんだよ、これ。車かあり。難しいな。怠け者とカモノハシで他に動物外れてるとか言って、これは完全に楽ですね。そうだね、楽。うん。どうしましょうか、マジないっすね。クトケンタロス、行けろよ、ほら。車かぁ。あ、マジ？刑務所。刑務所は連想しますよね。刑務所、パンク。攻めの行ってきた。攻めてきた。刑務所、パンク。攻めすぎじゃないですか。海原から足立区やべえな。足立区は、ゴーストもあるじゃん、ゴーストも。ゴーストなんですか？ゴーストなんで？いや、要するに、足立区って悪いイメージだから、もう悪いイメージで全部入れてるいや、刑務所ありだ。刑務所絶対そうだよね。刑務所は、刑務所そうですよ。押しますよ、じゃあ刑務所。押しますよ。OK。刑務所から押すやばいやん。パンク野郎もいるじゃないですか、パンク。いや、パンク野郎はいると思います。パンク野郎はいるよね。ヤンキー、ヤンキーからのパンクあると思います。え、違った！
これね、何だったの、パン。いや、これね、だいぶこれだいぶね、梅ちゃん多分もうムカついてると思います。いや、パンクは渋谷とかじゃないですか、どっちか。なんか自暴自棄になってる感じがあるんですよ。いや、てかね、攻めないと勝てないと思ってると、相手のハイパイがいいんだと思う、これ。じゃあ、よっぽど攻めましょう、これ。なんだろうね。俺も攻めよう。スミレちゃんがいるんだよ、スミレちゃんが。知らねえよ。しかも、スミレちゃんなぁ。アラチクにケンタウルスいるんですか、スタミレ。いるわけない。実在しねえ。アラチクチジョウじゃん。アラチジョウの話じゃん、アラチジョウ。ねえわ。アラチクね。でも、まあ、なんだっけ、サバンナで。サバンナの一つもいるだろうしね。グリーンって何？もしかしてグリーンマイルで。サバンナはね、サバンナ、車は全然あると思うんだよな。サバンナ、これ、ケイスケさん、悪い車終わらせに来てんな、これ。アダチク4ってか、これ何？アダチク4って。教科書アダチク4はクソむずい。アダチク4はクソむずい。だから、相当薄い意味もあると思うよ。多分、だから、はね、めっちゃ、なんて言うんだろう。ガンガン、こう、冷蔵させたらいいよね、透明も。じゃあ、何？もう、キャッチの、キャッチの。小切って。小切って宝石賞、宝石賞、サインじゃないですか。宝石賞、サインと宝石賞かね、これの気がするな。サインは確定だよね、多分ね。多分次5問当てなきゃダメってことでしょ。次そう、ね、サインは必要さそうですね。うん、で、まあ、宝石賞が一番宝石そうだけど、どうなんだ。次5行くか俺ら。まあワンチャンあって車買うときに小切手で買うとかはあるかもしれない。なんならだからここステイして、ケイスケさんその経験はないでしょ。ないね。まあまあでも言ってもいいか、宝石商でも宝石商、宝石商小切手確かに使いそう感あるけど。まあでもどうなんだろう、宝石商って小切手使いますかね。奥の宝石とか現金では払わないでしょ。いや、じゃあここステイして。まあ一番勝ってですね。まあ、向こうが、ワンチャン与える意味は別にね。そうだね。向こうが、そう、遅そうやったら、もうちょい寝るしみたいなんで、もうステイしていいんじゃないですか、一回。まあ、ステイにしましょうか、じゃあ。はい。まあ、ワンチャン与えてあげましょう、ワンチャン。これ5問いかない。勝負しよう、勝負しよう。サンちゃん、黒人さん、スナックはやっぱあると思うわ。スナック、あ、そうだ、ごめん、スナックあった、ごめん、忘れてた。スナックだね。バスエっていう意味合いもあるから、足立そうだね、スナックは絶対ある。足立区4じゃん。4だから、刑務所、スナック、あと2つ、あと2つ。で、車で死んでる足立区の人、どんな気持ちなんですか。足立区、ゴーストタウンって言われてる。刑務所、スナックって意味もあるとか言って。足立区ってゴーストタウンって言われてる。足立区にバスエ。いや、ゴーストタウンではないと思いますね。ないか。ゴーストタウンってよ、そんな言われ方します、さすがにしてないか。じゃあ足立区ってなんだ、何がある。でもジェット機でもないですし。いいとこなのにな。めちゃくちゃ。車。黒人さん、めちゃくちゃ遠くてもいいですか。はい。あの、ラブホテルって多いですか。足立区、いや知らないです、行ったことないんで。全然わかんないです。あれは高速道路のとかに多いんですけど。まあでも、いや、城を連想したんですけど。なるほど。城、ラブホテルって城だったら。足立区、車とかありもいるよね。なんか城みたいなの多くないですか、ラブホテルって。多分、まあ、城多いよ。サバンナだと思うんですよ、あの動物ツアーみたいなやつ。車でしょ？動物ツアーみたいなのあるじゃん。うん、車はね、全然あると思う。サバンナの方で車入ってると思います。あ、サバンナツアー、ね。車入ってる。で、スナックも多分足立区でしょ？だから車とスナックは開けましょう。あとキャッチャーは多分キャッチなんじゃないですか？ああ、キャッチね。水商売の。だからキャッチもあると思うんですよね。足立区なんかキャッチなんか多いか。そんな飲みある？でもキャッチからキャッチャーで4にします。キャッチャーってやっぱりあのキャッチャー連想しません？そうじゃない？何すかでも確かにね。要するに4つはやばいんだけど、刑務所、スナック、足立、車、足立ナンバーは？あ、ありえるね。車だ、かぶってんじゃない、車もしかしたら。あ、かぶってるかもしれないね。めちゃくちゃ悩んでそうやな。で、あともう一つ、あともう一つ、これ何よ、犬しかないけどな。ゴースト、ゴーストかな。ゴーストも。で、サバンナでアリじゃね、アリ、アリ、アリだったかもね。アリはアリあるかもしれない。アリだったかも。これ、行くしかないよ。それで行こう。じゃあ行くしかないから、頼む。あと一つ当ててくれ。なんでもいいから、ちょうだい、ちょうだい、もう。1、2、3、
決めるの何、ま、決めるの何ともう時間がない。30秒だからもうスナックあり、スナック開けて、車開けて、有明開けて、有明開けて、あと1つ、あと2つ、あと2つで、ゴーストゴーストともう1つ、これで走る早く30秒早く梅原早くお化けさゼロお化け行くなってみたよ、お化け行くなってみたよ、お化け開けるななんだけど、そうそう、じゃあスナック行く、なんで開けたの、いや、誰開けた、なんで開けたの、開けるなってみたよ、ゴンタが選択した、おいおいマジで開けるな君じゃん、いやごめん、え、ごめんなさい、ごめんなさい、見えちゃったから押しちゃったわ、ごめん、いやスナックからって言ったじゃん、スナック車ありって、いやごめん、これは本当だった、ごめん、梅ちゃんごめん、梅ちゃんごめん、梅ちゃんごめん、押しかけられなかったんだよね、無理なんよ、だからもうこっちに回して、まだ終わってない、あ出てきた、まあ、まだ終わってない、まだ終わってない、まだ終わってない、宝石賞ね、宝石賞でしょ、早くして、あーまあ宝石賞、あーはい、いやごめん梅ちゃんごめん、はい、車あり、終わってる、ケンタウルス入ってたんだけど、まさかのまさかのケンタウルス入ってたんだけど、グリーンってか、グリーンマイル、あグリーンマイルだったんだ、あグリーンマイルか、刑務所からのグリーンマイルか、あ刑務所ね、はちょっと連想させれなかったね、俺は。いやー、俺、サバンナぐらいだ。アリと、あ、じゃない、車とライオンと、うん、あ、オアシスだ。ああ、車だったんだ、やっぱり。車にちょっと遠いから、まあ、当ててもらえなくてもしょうがないなって思って。足立区4は、うん、足立区は、刑務所と、うん、スナックと、さっきのも関連してるから、車って伝わるかなと思って、ちょっと車、なんか、まあ、遠いんだけど、どっちにしろ車、車、うん、じゃあ、ごめん、ごめん、あったな、うん。もう一個は、もう一個はケンタウルスですね。ケンタウルスはこれね、あの、違うんですよ。これね、違うんですよ。これ、俺のネタなんですよ。俺の仕事にケンタウルスみたいなやつが入ってるので、聞いた聞いた、ないかなみたいな。こんなの分かんなくないですか、俺。ゴンちゃん、その話知らないの？いや、ごめん、それはちょっと分かんなかった。あ、知らないんだ。やっぱりゲームだったら分かったな。ケンタウルスいたんだな。ちょっとケンタウルスで、一人知ってればいけたんだけど。いや、ごめん、それは拾えなかった。ゴンちゃんもね、知らなかったね。知らなかった。それは拾えなかった、すまん。ちょっと一個聞きたいんだけど、ケイスケさ、ゴーストゼロってやった後、どうした？どうしてた？ゴーストゼロ、お化けゼロ、あ、お化け、ごめん、お化けゼロって俺がもしやめくられなかったらどうじゃないですか、お化けゼロってやったら、お化けをめくらないよね、ゴーストをめくらないよね、でもゴーストが正解じゃん、俺が選んじゃったじゃん、そっちのチーム、そっちのチーム目線だったら、まあ、お化けだ、ゴーストを選んじゃダメなんだなって、そうそう違う違う、そういう意味じゃなくて、あの、うん、要は黒人が海ゼロってやったじゃん、やったね、要はもうだましてる、そう、相手が取ったらもう勝ちになっちゃうから、うん、ゴーストダメだよって、まあでも無理だけどね、駆け引き打ったんだ、駆け引き打ったんだ、だから うちらが ゴーストが黒って認識したら、もしかしたら、そうそうそう、それだったかもしれないんだけど、そういうことか、差ついたら絶対無理だけど、うんうん、その前にゴーストってお化けの直訳だからダメじゃねって俺思った。ああ、そうそう、確かそう、それもあるわ。そうだ。お化けなんだ。違うじゃない？ちなみに、ちなみに、ちなみに、梅ちゃん、俺、うん、あの、海ゼロって言った時に、馬ぶりって言われたかな、お前にな。でも、いやでもこれは難しいよね。でも、前回のだったから、俺も、ゴーストは絶対ないんだと思って、ゴーストは選ばないようにしたんだけど、まあまあ、しゃあない。でも、それでなんか相手が迷ってくれたら、ワンチャンあるかなと思ったんだけど。まあ、それしかないよな、今のな、差はな。相手の反対がめっちゃ良かったもんな。てか、足立区読んで、梅ちゃんの、この、苦悩が伝わってきたよ。伝わってたね、うん、みんなきついよ、キャッチまでかかみんなきついよ、みんな負けたと言うんですよ、みんなきついから、さっきのところで梅原さんが怖いゼロって送ってきたら結構こう面白かったな怖いゼロえだったら足立区だってね、おもろいから、うん、いやでもね、ケースケうまかったわ、ポーカーとかうまかったね、うまかった、うまかった、まあ次行きましょうか、まあ最後サンちゃんに決めてもらいましょう、トイレ行ってきていい、はいはい、どうぞ、すいません、いやでもこれもね、ちょっとこっち側むずいよな、うん、いやいやいや、普通のことを普通にやってるだけなんだけどな、ね、あと僕もちょっとトイレ出てます、トイレ出てます、じゃあケンタウルスとグリーンってどうやってやるんだよお前、いやでも俺はね、何がきつかったんだよな、 俺が強すぎるわ、だってライオンオアシス刑務所、ライオンオアシス刑務所グリーンあり、いやこれ思ったけど梅ちゃん、俺らねハイパイが悪いだけだわ、そうだね、うん、マジでそう思った、どうしようもないこんなハイパイじゃん、俺もびっくりしたもん前回、まだ別に俺らね、やっぱね、
賢いと思う、うん、俺ら。ワードセンスは全然勝ってるよ。だよね、そうだよ、センスあるよね、こっちもね。ワードセンス全然勝ってる。うん。いや、あれ、運が悪い。負けた人はみんな言うんすよ。運が悪い。ハイパイが悪い。みんなそうっす。赤チームの方が勝ってる。確かに強いね。俺強くないですか、普通に。いや、適当なところでもよく分かったね。うん、センスあるわ。センスある、センスある。うん、早い。早いし。やっぱあれなんだね、本当はバカじゃないんだね、ナロくんって。やっぱ頭は回っちゃうんすよね。なるほど。じゃあいつもなんかバカっぽいのあれ嘘なんだ、人狼とかも全部。やめてあげて。人狼あれルールがいまだに分かってないです。あれはルールが分かってない。息子いるからそれはちょっと。あ、そっかそっか。そっか。ごめん、ダメ。そうだ、仕事奪っちゃうもんね、それね。そうそう、よくないよくない。そうだね。言ってしまったね、しまったね。あ、思った、お待たせ。はい、じゃあ、サンちゃんと、誰、最後。なるおじゃない？なるおか、なるおか。あ、じゃあ、行ってみますか。まじ、格の差見せつけるか、なるおに。そうなんだ。お願いします。やりましょう。マジで勝率低いな。お待たせって言えなくて、重たって言ってたのに、サンちゃんに。格の差見せつけるわって、すげえな。じゃあ、始めます。はい、お願いします。スパイマスター行ってください。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、行きます。お願いします。はい。